お前が先手だ。よろしくお願いします。対局開始。相手は中飛車ですかね。こちらはご機嫌中飛車。相手は端角ですかね。こちらも美濃囲いを完成させて端角ですね。とりあえず銀上がっていきます。これは銀には銀対抗して、まあ相中飛車は角道は止めない方がなんとなくですけどいいと思います。で1五歩同歩同歩と筋はバッサリ角切られて、同歩で同香と2枚替えされるのでおすすめはできないと思います。なんとなくですけど。まあ真ん中突破できるのは難しそうなので端から攻めようと思っておりますが、相手も端攻めですかね。失敗したかな。2分。これで強者があるのでうまく活用していきたいのですが、わからないんで取っちゃいましょう。ああ来てくるんですね。1分30秒。歩ですかね。ああ違うんだ。ちょっとどっち優勢かわかりませんけど、ちょっと王手してみましょう。わからん。ああ、そっか。これはしょうがないんで。一つメロなのですが、そうですね。1分。わからん。願いを叶えてあげよう。困ったらまた助けに来るぞ。おっと、わからんぞ。とりあえず一回上がって、重ねてみましたか。
いやー時間がないぞ。30秒。よし、時間を分かってる。頼む。願いを叶えてあげよう。通されても大丈夫だよ。あとは頑張れよ。じゃあ、王手か。で、合駒。で、10秒。OK、これで詰みましたね。見事じゃ。ありがとうございました。